ナンバーアンダーラインアイとリバティーウォークが夢のコラボ。RX7 特別使用者がフェスを爆走。ワイヤードミュージックフェスティバル一重インオフ24ナンバーアンダーラインアイ使用の LB ナズマスーパーシルエットマツダ RX7 をフェスで目撃せよ。リバティーウォークはカスタムカー文化の象徴的存在として常に自動車愛好家の心を掴んできました。しかし今回はその枠を超えて 音楽との特別なコラボレーションを通じて、さらに深いインパクトを与えています。2024年10月13日に愛知スカイエキスポで開催されるワイヤードミュージックフェスティバル1 g i オフ f 2 4では、リバティーウークの LB ナズマスーパーシルエットマツダ RX7 が特別エディションとして登場し、まさにフェスティバルの象徴ともいえる存在になる予定です。この特別エディションは、 まもなく発表予定の追加アーティストのロゴデカールをまとって会場に登場する予定で、ファンにとっても待ち遠しい瞬間になることでしょう。ナンバーアンダーラインアイは、近年急速に注目を集めているバンドで、彼らの音楽はミクスチャーロック、ラップロック、ラップメタルというジャンルに分類されます。彼らの最新曲、INZM は、2024年のサマーソニックで初披露され、瞬く間に話題となりました。 この曲は、エネルギッシュでありながらも深みのあるサウンドと、リリックの鋭さが特徴で、若者を中心に強い支持を得ています。INZM は、単なる楽曲以上のものを提供しています。特に、リリックには現代社会に対するメッセージや、個々のアイデンティティを探求するテーマが込められており、リスナーに深い共感を与えます。これにより、ナンバーアンダーライン愛は若者たちにとっての声となり、 彼らの日常や思いを代弁する存在としての地位を確立しています。このバンドのメンバー自身も、車好きとして知られており、彼らがリバティー・オークとのコラボレーションに積極的であることは、ファンにとっても非常に喜ばしいことです。ワイヤード・ミュージック・フェスティバル一重印用婦24では、リバティー・オークが手がける特別仕様のマツダ RX72 ナンバーアンダーライン i のロゴがあしらわれ、その姿が会場に登場する予定です。 この車は、単なる移動手段を超え、音楽とビジュアルの両面で観客にインパクトを与える存在となることでしょう。INZM の成功とともに、n o ーアンダーライン I は国内外での知名度をさらに高めています。この曲は、彼らの代表曲となるだけでなく、これからの活動を牽引するエンジンのような存在です。リバティー・ウォークとのコラボレーションにより、彼らの音楽はさらに多くの人々に届き、 車と音楽の新たなシンボルとして、若者文化をリードすることでしょう。リバティオークが制作したマツダ RX-7 が、どのように INZM のエネルギーとシンクロし、観客に新しい体験を提供するのか、ワイヤードミュージックフェスティバル一重引用編24は、その答えを示す場となるでしょう。このコラボレーションが成功を収めることで、 音楽と自動車文化の未来に対する新たな可能性が開かれるのではないでしょうか。このイベントは、単なる音楽フェスティバルではなく、自動車と音楽が一体となった新しい体験を提供する場です。自動車と音楽の融合というテーマは、近年ますます注目を集めていますが、リバティー多くが手がけるこのプロジェクトは、その可能性を最大限に引き出しています。車そのものがアートであり、 音楽がその魂を吹き込む存在であるという考え方は、新しい時代のライフスタイルを象徴していると言えるでしょう。この RX7 は、ワイヤード・ミュージック・フェスティバルに登場する他のアーティストたちと同様に、特別な存在感を放ちます。例えば、ナンバー・アンダーライン・アイのロゴが車体にあしらわれることが決定しており、彼らの新曲、INZM がサマーソニックで大ヒットしたことからも、 このコラボレーションは大きな話題となることが予想されます。ナンバーアンダーライン愛のファンにとって、この車は彼らの音楽と同様にクールでパワフルな象徴となるでしょう。さらに、このプロジェクトが特に興味深いのは、リバティオークが単に車のカスタムだけでなく、文化の橋渡し役を果たしている点です。音楽と自動車という2つの異なる世界をつなぎ、若者文化の中心に位置する新たな価値を創造しています。 ワイヤードミュージックフェスティバルは、音楽フェスティバルとしてだけでなく、最新のカスタムカー文化を体験できる場としても機能するでしょう。自動車愛好家や音楽ファンにとって、このイベントは単なるフェスティバル以上のものです。リバティー多くのクリエイティブなビジョンが、音楽と自動車の未来を形作り、観客に新しい体験を提供します。この融合によって、音楽と自動車がどのように互いに影響を与え合い、 新しい文化を生み出していくのか、その過程を見ることができるでしょう。一方で、このコラボレーションは、新しい質問や課題も提起しています。例えば、音楽フェスティバルという場において、カスタムカーがどのようにして音楽と共存し、新しい観客層を引きつけるのか。また、こうしたコラボレーションが他のブランドやアーティストにも影響を与え、 どののような新しいいプロジェクトがが生ままれるるかについても考える必要があります現在のトレンドや社会的背景を考えると、音楽と自動車の融合は単なる一時的な流行ではなく、より深い文化的な動きの一部であると考えられます。特に、若者たちが自分たちのアイデンティティを音楽やファッション、そして乗り物を通じて表現する傾向が強まっている今。 このようなコラボレーションは彼らのライフスタイルを象徴するものとして受け入れられるでしょう。また、このプロジェクトが持つ象徴的な意味合いを考えると、自動車産業と音楽産業の未来にも大きな影響を与える可能性があります。技術の進歩により、車は単なる移動手段ではなく、音楽を楽しむためのプラットフォームとなりつつあります。例えば、車内でのエンターテインメントシステムの進化や、 自動運転技術の発展により、ドライバーは運転中にも音楽をより深く楽しむことができるようになるでしょう。さらに、リバティウォークのようなブランドが提案するカスタムカーは、個々のライフスタイルや音楽の好みに合わせたカスタマイズが可能となり、自分だけの移動する音楽ステージとしての車が新しいトレンドとなる可能性があります。これにより、自動車業界は新しいビジネスチャンスを得る一方で、 音楽業界も新たなマーケットを開拓することができるでしょう。このような未来を考えると、リバティー・オークとワイヤード・ミュージック・フェスティバルのコラボレーションは、単なる一度きりのイベントではなく、これからの自動車文化と音楽文化の進化を示す重要な一歩であるといえます。今後、このようなコラボレーションがどのように発展し、どのような新しいクリエイティブなプロジェクトが生まれるのか、その動向に注目することは、 私たちが未来のライフスタイルを理解するために欠かせない要素となるでしょう。一方で、このプロジェクトには一部の懸念も存在します。例えば、音楽と自動車の融合が進む中で、本来の音楽フェスティバルの魅力が薄れてしまうのではないかという意見や、自動車文化が持つ環境への影響についての懸念もあります。特に、環境保護の観点から見ると、 大規模な自動車展示や走行イベントがもたらす二酸化炭素排出量や騒音問題など、解決すべき課題が残されています。このような課題に対して、リバティーオークやワイヤードミュージックフェスティバルの主催者がどのように取り組んでいくのかも注目されます。例えば、環境に優しい車両技術の導入や、持続可能なイベント運営の実践など、具体的な対策が求められるでしょう。これにより、 音楽と自動車の融合が環境に配慮した形で進化し続けることが期待されます。さらに、観客やファンの期待にも応える形で、今後のイベントではより多様なコラボレーションが行われる可能性があります。例えば、異なるジャンルの音楽やアートとの融合、新しいテクノロジーを活用したインタラクティブな体験など、可能性は無限に広がっています。これにより、 ワイヤードミュージックフェスティバルは単なる音楽フェスティバルを超え、未来のエンターテインメントの形を提示する重要なプラットフォームとなるでしょう。最終的に、リバティー・ウークの LB ・イナまスーパー・シルエット・マツダ・ RX ・7ワイヤード・ミュージック・フェスティバル一重イン・オフ・24スペシャル・エディションは、音楽と自動車の融合の象徴として、私たちに新しい体験を提供するだけでなく、未来のライフスタイルや文化の在り方を示す重要な存在となることでしょう。 このイベントを通じて私たちは音楽と自動車の新しい関係を探求しより豊かな文化的体験を得ることができるのです。